やん、ももちゃん。来週、奈良公園の敷地内にオープンする止水ラグジュアリーコレクションホテル奈良。ご活用以上というのが、熊健吾さんが伝統と現代の結びをコンセプトに設計しました。こちらの部屋はこのように大きな窓で囲まれていて、庭の中にいるような感覚でリラックスできます。客室は全43室で、最高級のスイートルームは一泊およそ80万円になります。クールダウンか、なんちゅう格好それ、なんちゅう格好これ。ももちゃんや、やっと決まった。いや、決まったかもだけど、そういうところをやっぱりちゃんと残しておこうと思って撮ったし、離れていく人も残る人も私も描きたいなと。映画の見どころはもう一つ、人吉市各地でのダンスシーン。いろんなところで踊っているこの子たちのね、なんか若い、躍動する姿を見て、なんかちょっといらっしゃるのを姿見るとこっちも励まされるというか、皆さん本当に一歩一歩やってらっしゃるなという、気がしますね。回らへんの？重たい？回ってるか。ママ、ももちゃん。プールということで、先ほど質問をしてくれたしずちゃん、ありがとうございます。さあでは蓬莱さん、よろしくお願いします。ありがとう、はいはいはい、ありがとうございます。はい、ですが、この渦が上昇気流に引っ張り上げられることによって渦が空高くまで上がっていくと。雲の底でも風と風がぶつかって渦を巻いて、その渦と渦が下と上でくっついて上に引っ張られる。これが竜巻で、どん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 風が集まってくればくるほど、真ん中に行けば行くほど風が強くなっていくんですよ、引っ張り上げられると。でこれがですね、フィギュアスケートの、フィニッシュの時のイメージなんですけど、フィギュアスケートってこうやって最後こう手広げて回りますよね、はい、回りますね。これで遠心力が外側にかかってるんです、はい、この遠心力を閉じ込めていくと、だんだん回転が速くなっていくよ。最後そうですね。で最後手を上に伸ばすじゃないですか、はいはいはい、この遠心力を全部閉じ込めて回転がビューって速くなった状態、はいはい、これが竜巻の、はいはい、早速実験の方に移ってください。わかりやすということで、実験スタート、はい、しました、はい。まずですね、空気の風の流れを見える化するために、ドライヤーを、ドライヤーじゃない、ドライアイス、ドライアイスを用意しました。これで空気を見える化します。お湯をかけます。これをよくやるべきだな。はい、そしてケース、お、いや、よかったよ、面白かった。CM 中までちょっと解説させていただいて、CM 中に本番の5倍も。でもね、よかったら今度は高岡温泉ね、そうですね、また走るの？